はい。いいですよ。次は背中を向けてくださいね。はい。田中さん。だいぶストレスを溜めてるようですね。ストレスを溜めると、体内で活性酸素を生み出すの。生活習慣病や癌の原因にもなるのよ。治療を始めますので、看護婦さんの指示に従ってくださいね。愛ちゃん いつもの。<laughs> お願いね。はい、先生。田中さん、そちらの椅子に移動してください。